That's right. 皆さん、こんばんは。元気ですか？最近は何をしていますか？さあ、YouTube を始めて1ヶ月過ぎて、リナは考えた。博多弁講座をやりたいと思います。イエーイ！ていうかね、本当にね、今はさ、博多で本当、逆に博多以外のところで住んだことないっちゃけど、だけん、なんて言うと、何が博多弁かって、あんまり正直さ、多分、福岡の人ってそうなんかもしれんけど、何が博多弁なんかわからんっていうのがあるけんね、ちゃんとうまくできるかっていうのちょっとわからんちゃけど、ちょっとやってみようかなとか思って、やってみたいと思いまーす。福岡って言ってもさ、北九州とかあったりとかさ、なんか筑豊とか、なんかいろいろあって、多分そこのさ、ちょっと場所によってさ、方言多分違うと思っちゃけど、まあ、ニナがずっとここに博多に住んどって喋りようことを普通に言っていきたいと思うけん、間違っとったらちょっとごめんって感じなんやけど、まああらかじめあっとうと思う。やっていきたいと思います。何からしよっかなとか思ったっちゃけどさ、リナさ、説明するのがさ下手くそなんよ。まあ、過去の動画でさ、食レポとかさ、いろいろ見たらわかると思うけど、下手くそなんよ。やけん、伝わらんかもね。伝わるように頑張ります。博多弁ってね、敬語使ったら、博多弁が出らんけんね。よく言われるのがね、東京とか行くやん。そしたらね、敬語で喋っとったら、九州の訛りっては気づかれるけど、博多弁って、気づかれんかったりとかもする。敬語やったら出らんちゃけど、敬語じゃなかったらこんな感じになると。ってことで、よく聞くものからね、日常会話からやっていこうかなって思ったっちゃけど、今日はね、みんなよく聞くやろ、何しようと。これなんかさ、何しようとっていうのは多分代表的な言葉やけん、まあその代表的な言葉からやっていこうと思うんちゃけど、何しようとっていうのは、存知の通り、何をしているのっていう意味。福岡の人はめっちゃ使う。とりあえず何しようとって言っとけばいいって思っとうぐらい使う。例えば、LINE とかでも、電話とかでも、よーく使う。ほんとめっちゃ使うよ。今何しようととか、例えばこんな感じ。もしもーし。今何しようと？え？え？何もしとらんよ。みたいな感じ。何しようとっていう代表的な言葉がある中で、語尾にさ、とがつくときは、質問形。質問形がとがつくことが多い。例えば、知らんかったと？とか、ゴールデンウィークさ、どっか行っとったと？とか、手怪我しと？どうしたと？とか、全部と。とはね、めっちゃ多いよ。なんか聞くときはと。知っとったと？わからんと？これ好きと？とか。あ、ちなみにね、よくテレビで言われる、バレすいとうよとか、言わんね。あのね、すいとうっていう、こと自体は言わん。ええー、けどさ、おばあちゃんでも言わんくないって感じ。あ、おばあちゃんやったら言う時もあるっていうぐらい、水筒よとか言わん。なんて言うかいな。水筒よっては言わんけど、普通に透き通って聞く。これ水筒って言いよったやん。とか、あ、これ告白の、あ、告白じゃないバージョンね。好きっていうことね。水筒とっていうのは好きっていうことなんやけど、これ水筒と？とか、あんたのこと水筒よ？とか、そんなことは絶対言わん。言ったこと一回もない。あんたのこと水筒よっていうのは、なんていうかいな。バリ好きっちゃけどじゃない？お腹水筒は使う、ね。水筒違いでは、めっちゃお腹水筒よっては言うけど、その水筒しか使わん。
やけんね、この水筒よっていうのは場所によって使う使わんっていうよりか、時代によって水筒らん、なんか時代によって とりあえず使わんね、レスキ筒っていう。それでそれ使んよっていう。あ、このね、嫌いっていうことを好かんっていう。これは博多弁よね、多分博多弁と思う。これ好きとそれ好かんよっていう感じ。例えば勝手に家族がこれ好きっていいよってやん買ってきたよとか言われて、野菜好きっていいよってやん買ってきたよ、え、それ好かんよって感じ。好きとか言っとらんよっていう。まあ、とにかく、なんか多分ね、博多弁の講座とか言ってね、なんかちょっと一回さ、動画の前に考えてみたってけど、自分なりに。なんかさ、なかなかさ、考えたらさ、あんま喋れんっていうか、英語みたいに難しくない？逆に。頭の中で考えたら難しいんじゃないかなって思った。やけんさ、リスニングがいいじゃない？リスニング。どう？結構さ、友達とかでも福岡からさ東京にさ引っ越してった友達とかもおるっちゃけど、やっぱね標準語になっとった、向こうに行ったらさ。やけど、まあ、リナも行って普通に喋ったら、あーなんか懐かしいって言って、そのまんまやっぱ博多弁に戻ることが多いっちゃけど、どうなんやろね。リスニング大切かもしれない。じゃあ今日のリスニング講座、今日はとがつく言葉を言いました。とはよく質問形に使われます。はい、皆さんも言ってみてください。内緒と相当、え、知らんかったと、これわからんと、それ使うよ。最後ちょっと違かった、とじゃなかった、最後ちょっとあの使うよやったけど、 あとはね、相当ってめっちゃ使う。相当って標準語で言う、なん標準語だったら何かに、そうなのねみたいな、そうだよねか、そうだよね、あ、違うね、間違った。標準語ってなんて言うとかね。そうなの？あ、そうや。そうなの？っていうことを、博多弁では、相当？っていうけん。この相当もめっちゃ難相当な目に使う。とはね、とにかく結構使う。今日のまとめ、こんな感じです。みんな、と、を使ってみてください。今日はとのお勉強をいたしました。そういう感じで今日は終わりたいと思います。ということで、今日の博多弁講座第1弾は、とがつく、難笑ととか、知らんかったととか、疑問形がつくのはとっていうまとめ。なんか自分でも訳がわからんくなるな、この講座をしよったら。まあけどそんな感じで、また第2弾第3弾とやっていきたいと思っとうけ、みんなよかったらチャンネル登録もよろしくお願いします。なんかね、りなさ、いろいろさ動画さ出しとっちゃけどさ、バラバラなよね、ジャンルバラバラなんやけど、全部見てみてください見てみてください。じゃあそういうことで、今日の博多弁講座はここまで。また皆さんお会いしましょう。それではバイ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 。福岡大好き。
博多